じゃあ内緒にしときましょう。いや、あの犯人分かってるから。え、どこでもう分かったんですか、犯人が。一体誰なんですか、犯人は。僕の天才的な頭脳で分かりました。さすが、見た目は大人、頭脳は子供、よく言われる。お卒なんであっ、奇遇ですね。僕もお卒なんですよ。あ、本当？お昼寝ねえときついんだよな、はい、あー、お昼寝の単位って結構取りやすいから僕好きなんですよね。あー、結構サボっちゃって寝ちゃってんだよな、お昼寝の講義のとき。お昼寝中に寝ちゃえばいいじゃないですか、じゃあ。あ、そうか、そうすればいいのか、うん、ぜひね、初見の方、初めましての方、最近見始めた方、ぜひね、どんどんコメントしていただければ幸いです。ガンガンコメントで盛り上げてくださいね。茶色。ゴゴゴゴゴゴゴ。茶色、黄緑、ピンク。ここはね、停電しっかり向かいます。茶色、黄緑、ピンク。ここはもう停電の奥まで行っちゃおう。ここは死にづらいと思うから。茶色、黄緑、ピンク。水色、黄緑。マジか。アベレージさんが。うわ、アベレージさん。ああ。アベレージさん。アベレージさん。アベレージさん。あ、見てない。アベレージさん、わかんないな。アベレージさん、初手右に行ってました。あ、うん、俺の後ろに置いてある。初手右。うんうんうん。うんうんうん。結構一回ストレージでめっちゃみんな固まった時あったのが、アドミ見てたんだけど俺。その時はアベレージさんは生きてたの。なんか5人ぐらいストレージだときは、ストレージじゃないかも、ごめん、ちょっと待って。大津あたりに、あ、ストレージだ、いなかった。で、直前でアドミン見てたんですけど、うん、はい、ストレージの1が全く動かなかったんで、多分あ、ストレージか、ストレージだと思います。なるほど。ストレージからエレクトリカル入ってロアに行った人がいるはず。ん、直前ですか。直前、直前ではないです。あ、直前じゃない、結構ちょっと前かな。で、リアクターまで行ってるはず。ああ、藤宮だと思います、それ。その時、アベレージさん見てないですか？見てないです。左側では見てない。ストレージ誰でした？一緒にいたの。閉じ込められてたはず。ストレージの中までは行ってないですね。結構、自分、藤宮さんのことを白いと思っていて、うん、オズが鳴ったタイミングで、自分と藤宮さんが左側にいて、すれ違ったんですけど、その時に自分のこと殺してきてないんで、藤宮さんインポスターだったらめっちゃ絶好の殺害タイミングなの で、ね、白いと思います。O2 に直前結構4人くらいいたはずなんですよね。はい、それが絶対白だと思いますね。ゆっと夏目先生、あと七子さんもいた。いた。俺はゆとりさんを見てる。なんかナビゲーションに3人で入ってったの最後。その辺いた人は、ナビゲーションはトータスの。神宮寺さんも。あ、神宮寺もいました。な、O2 もまだ鳴ってる時にゾニキさんが直されてて、神宮寺がその次っていう状態でした。はい。ああ、俺下のアドミン行ってから、上の O2 見に行ったかな。うん。あ。もう一回。そうっすね。はいはいはい。あれ、ストレージで。ストレージで右方向の人がいたはず。トータスさんじゃなかった？トータスさん、右に行ったはずの人が見えたから。はい、落ちました。はい。はい。はい。ストレージでトータスさんとタキオさんと会ったんだっけな。僕はストレージは通っ
ったよ。ストレージからアドミンへ行ったかな。多分その頃にオキシになったから。そうそうそう。だからアドミンに向かったらセンターさんがいたっていう感じだったと思う。うん、ああ、そっか。で、その後閉じ込められてるから。ね、そうそう。右側でナビゲーションあたりから、あの、ゆとりさんと一緒やったかな、しばらく。ゆとり、竹尾、トータスの3人がずっとナビゲーションの方から、シールド通って一緒ですね、うん。一緒でした。じゃあ、無理か。で、ナビゲーション、鳴った時に上がっ、3人で上がって、2人がアドミン行って、私はカフェテリアからのオーツ行ってます。最後、ストレージ行った人います？いない。スッて聞こえたけど今スッて。あの、ね、今のスーは俺のスーだね。奈々子さんのスーだけど、奈々子さんは最後ナビゲーションにいたから全然いてない。何のスーやねんじゃ。したいっていうことですかね。あとはゾニキさんが浮いてるかな。あ、はい、私はウェポン O2 ナビゲーションで O2 直して最終1カフェテリアっていう感じです。途中トータスさんと、最初のトータスさんと一緒で、うん、最後、みんな O2 で合流、4人ぐらい入ってきたっていう、うん、はい。ドニキさんは見てますか、他の方は。ドニキさん O2 直してるのを神宮寺見てます。あ、うん、そうなんだ。俺も直し終わった瞬間を見たから、ドニキさんしかないと O2 直したの。ってなるとジミヤさんかなって。ジミヤさんしかいなくない？いやでも僕が、いや藤宮さんは白だと思って夏目さんの方をやると思います。うん、ストレージで神宮寺ですけど、藤宮さんは初手の停電最速で直していて、奥で2人だったんですけど、はい、その時もやられませんでした。じゃあ誰だって言うんだ。竹尾さんと太田さんが下から通ってきてるんで。七子さんのアリバイある？あるよ。O2 でしょ。あ、O2 いたのか。竹尾さんと太田さんが下通ってきたのは、そこが二郎で黙ってるっていう可能性も一応あるかなと。ゆとりさんと一緒にも。自分も道なんで違いますね。絞れんか。いやーマジか、死んでると思わなかったな。アベレージさんの最終目撃もないわけでしょ。かー、決まれば強かったけど。アリバーで死んでる。ストレージとかしか残ってたんだよな。黒、黄緑。やばい、怖い。黒、黄緑。なるほど。どうやって反抗したんだ。じゃあ竹尾さん気づいて。夏目さんがこれが起きてたのか。先端さんがやられてる。先端さん。先端さん。攻撃情報は最後の。見てない。だよね。今回の試合は、うん。責任持ちます。自分、藤宮さん 100% しろ。僕も夏目さん 100% しろ。絶対にしろ。アッパーエンジンの左奥でちょっとキルを誘発してたんですけど、お互い死ななかった。お互い死ななかった。やっぱそのお互い死なない。あの竹尾さんと小林さんを疑ったのは、別に白くないんだよな。小林さんが。大津が行って夏目さんか、竹尾さんとおたすさんが下に行ったっていう証言でしたよね、確か。うん、だったんで下っていうのはアドミンのことで、そうです、ね、ストレージから上に上がるときにアドミンストレージから上がる。まあまあまあ最悪僕ボタン押してるからそっちに目行ってるんで、大津側を直しナビゲーションで分かれたわけではないです、ね、とりあえずさ、とりあえずセンターさんの最終目標センターさんの話したい、うん、センターさんを最終目撃ってどこですか。初手で見た人とか見てないですね。見てないですね。だとすると、あの私、エレクトリカルで5人、私含めて5人ぐらいいたと思っていて、初動はなんだ、竹尾さん、トータスさん、ゆとりさん、ナノコさん、あと1人ぐらいいたかな。閉じ込められてたんで、そうですね。4人から。エレクトリカルで、手で直したのは竹尾です。で、その直したときに、うんうん、トータスさんと、多分ゾニキさんかな、言いました。そうですか。ゾニキさん割とずっと一緒におったかな。ゆとり7個2名で入ってったかな。うん。あ、そう、うん。自分7個さんとストレート、ナビゲーションの方を最初行って、そのままストレージ通ってエレクトリカルに行ってるんで。結構ずっとゆとりさんは見た記憶がある。うん。なんでここと一緒に見てますね。じゃあ、神宮寺さんが浮いてますね。
リングジアドミンでずっと見ていたので、ちょっと確認したいことがあるんですけど、時間がないので、もう一回押しますが、はい、多分皆さんの中に必ず目撃者がいると思われます、センターさん。エレクトリカル数字、アッパーにいたのが誰なのかなっていう。これ、ほぼ全員にアリバイがあるから、二郎だと思う、その証言はして。そうおめえだろか、うん、もう一回したいですね。もう一回。あ、押します、押します。はい。こんばんは。こんばんは。二人っきりですね。もう、ニロは見えた。揺れしても見えてた、ニロ。まあまあ、言うて僕。待ってた。押します。ありがとうございます。はい、神宮寺です。はい、竹雄さんが、はい、アドミに来る前って、はい、竹雄さんどちらにいらっしゃいました？エレクトリカルで、あれ、あ、そエレクトリカルからストレージで閉じ込められました。格好がほぼ一緒だから。はい、ストレージが開きました。こっちがカフェテリア閉まってます。アドミ見ましたっていう流れです。あ、そこで僕がいたって感じですよ、ね。ややこしい。ちょっと変えてもらおう。そうですね。そのおそらくストレージで閉じ込められていたタイミングって竹雄さん、そうそう、他に誰かいらっしゃいました。黒黄緑か。そう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 。違うっけ、ちょっとあんま覚えてないですね。そのタイミングでエレクトリカルにいた方をお願いします。教えてください。じゃあ、夏目さんの証言合ってるのか。閉まった時にエレクトリカル。最終エレクトリカル。いや、違います。ストレージが閉まってる時なので、たぶん、竹尾ゆとりなおかトータス。私います。うん、俺も竹尾さんがストレージにいるので、竹尾、ね、さんが抜けた後になりますね、エレクトリカル。ややこしい。ドニキナナコが最後の方にいたと思います。閉じ込められてる時だったらナナコさんエレクトリカルいます。じゃエレクトリカル、じゃあもう分かりやすく言いましょう。エレクトリカルストレージ以外にいた方は藤宮と夏美はそこじゃないんだな。うん、じゃあメドベイ誰いたの？はい、下にだ。ストレージにじゃないな、ストレージ2、アッパーにエレ4でアドミン僕なんですね。その僕が見た時が。うんうん、ドベイ主体だったら、自分とさ、自分が下の方行ってる、もうだよな、時に上に上がってきた人って誰ですか？ドアですれ違った。私です。主体じゃないかも、ベントか？ベントで抜けてるから、要はエレクトリカルに4って、そこに先端さんいなかったですか？いないです。いない。いなかったですか？僕が見た感じだと、2421なので、うん、これ9人いるじゃないですか、アベレージさんも。はい、消えてる状態なので、つまりこの皆さんのいた中のどこかに必ずセンターさんがいるんですよ。アッパー、エレクトリカル、ストレージのいいぞ。どこかに。じゃあ、消えちゃった死体探すより、あ、ストレージが濃いかじゃあ。行動が浮ける人の方。あ、じゃあ、いいぞ。アッパーで探した。アッパーはないと思いますけど。いいぞ。いいね、ジングリさん。ストレージはそこまで探索してないんで、ね、ストレージの可能性高そうですね。うん、ストレージ高そうだ。右下の方は行ってないんですよ。うん。すごいですね、神宮寺さんの。いやー、素晴らしいアドミンの活用法ですね。記憶力全部覚えてたでしょ。すごいな。はない。まあでもなんか僕のキル時点で結構ペアできてたから、もうあとは消去法みたいな感じなんですかね。あ、アベレさんどこ死んだか分かんなかったから。あ、じゃあ内緒にしときましょう。いや、犯人分かってるから。どこでもう分かったんですか、犯人が。一体誰なんですか、犯人は。僕の天才的な頭脳で分かりました。さすが、見た目は大人、頭脳は子供。よく言われる。ホイソツなんで。あ、奇遇ですね。僕もホイソツなんですよ。あ、本当？お昼寝ねえときついんだよな。はい、あー、お昼寝の単位って結構取りやすいから僕好きなんですよね。あー、結構サボっちゃって寝ちゃってんだよな。お昼寝の講義のとき。お昼寝中に寝ちゃえばいいじゃないですか、じゃあ。あ、そうか。そうすればいいのか。うん、そうっすよ。賢く。あ、でも逆に僕あれなんですよね。泳ぎすごい苦手なんですよね。ああ、泳ぎね。うん。あれなんだよね。泳ぎ会の時に、木琴やってて、はい、漏らしちゃって。あ、それ単位落としちゃったんだよな。緊張のあまり。それガチですか、ちなみに。ちなみにガチ。あ、ガチ。もう感触も覚えてる。はい、なんなら。ああ。木琴中に漏らしたんですか？木琴中に漏らした。で、木製の立つところにもじわーって広がっていった。体育館とかのってことですか、それ？そ
そう、そうだね。お遊戯会場の。あ、これ多分見られてるな。ケタさん、さよなら。わ、ナイス。ナイスです。ナイス。あ、よかった。もう今そろそろかなっていう。そうですね。そうそうそう。見られてない。ゾニキさん結構白いな。見られてないんだ。今ものすごく押しに行ってたんです。あのカフェテリアの下におって、僕今タスクが終了しました。ちょっと藤宮言いたいことは終了したんですよ。見てないんだ今。昨日十字路のところのタスクいたときに、ネットメインの弁当が動いたんです。なんで皆さんの位置を洗い出せれば。どのタイミングですか。リポートっていうか招集かかる10秒前ぐらいです。その時は俺神宮寺さんと多分アドミンでいたかな、ね、多分夏目先生と右側で会ってるけど、うん、右側だ、うん、自分は右側いた。ローワーの後ってことですかね。俺ストレージで神宮寺さんを見たかな、うん、レポートの直前ぐらい。アドミン見てたんですけど、神宮寺さん多分ストレージの下側のルート通ったな。そうですね。うん。皆さんが見てたのか。ちらっと見たかな。神宮寺さんはゆとりさん確認してますか。ゆとりさん？アドミンいたって言ってるんですけど。僕アドミンにいた時に奈々子さんは見てるんですけど。いいぞ。武雄さんが来てるぐらいの時には出てます。武雄さん。僕武雄さんの後に入ってます僕。うん。そうです。入れ替わるように入ってます。入れ替わるように入りました。より後、そんってより後の話なのかな、じゃあ、ベントは。あ、じゃあ、レポートのタイミングは僕が、レポートの直前でいいんじゃないですか。そうですね。ボタン押す前の最終報告だけ。10秒前ぐらいってこと、ね、最終1だけ言ってます。最終1だけ。最終1だと、カフェテリアから、アッパーに向かってるとこでしたね。え、ゆとりさん、はい、あれ、ボタン、あ、いましたっけ。あら、トニキさんの後ろついてってましたよ。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。あれ、ベントベイの上そのまま通ってまっすぐ行ってる後ろついてる。ベントね、誰もベントって言ってないけど、誰も気づいてないか。え、いや、見えてない。いや、後ろにいるならなおさら、あれ、結構今の藤宮さん、証言違うって話をしていいと思いますよ。あらららら。じゃあ、ちょっと自分押しますよ。あ、じゃあ押したから、他の人で。ゾニキさんかゆとりさんで、ね、どっちかの相方がトータスさんか、ナナコさんだと思います。トータスゾニキ、ゆとりナナコのどっちかだと。素晴らしい読みだな。すごいな。あ、セダさん。あ、こんにちは。今日はご飯にする？ライスにする？それとも、お、こ、め？すいません、叫びました。はい。はい、全然、疑われてる理由がわからなさすぎてびっくりした。いや、第二の殺害の時にお互いにアリバイを証明していた二人組が浮いてたのは神宮寺さんだけで、トータスさんとゾニキさんとゆとりさんとナナコさんがお互いのアリバイ証明し合ってて、まあ、客観的に見たら自分と藤宮が証明し合ってるんで、アリバイが全員成立しているんだったらそこに二郎で証言はしてると思います。ごめんなさい、これだけ言っとくけど俺別にゆとりさんと合わせてるつもりは全くなくて、多分うん、なんか初めのに右の方にいて、そこの行動が一緒だったらそうだけど、それかなり前の話なので、その日その1日の早いうちの話なんで、うん、別にずっと行動共にしてたわけじゃないから。2回目なんか結構ずっと一緒に行ってましたぐらい流れた話も違うってことですか。多分俺はずっとそこエレクトリカルで詰まってたって話をしてたつもりなんですけど、初めそのなんかナビゲーションからストレージに来るときにゆとりさんとかぶって一緒に行ったっていうのは確かにそうなんですけど、まあ俺だからその結局センターさんがいつ死んだ話をみんながしてないからちょっとよくわかんねえなと思ってるんですけど、結局場所もわからないんで、そうなんかじゃなくて場所とかじゃなくてなんか発言の中身から、うん、ニロがある位置今去ってて、それがその2組かなか神宮寺さんかだと思って、なんかそういう話になって俺とゆとりさんで LINE やるよねって話になるんだったらちょっとそれ否定しなきゃいけないかなって。なんで俺ずっと見てたよな、奈々子さんのこと。やめろよ。俺は別に君なんか見てねえよ。見てたけど。ちなみにもう一回最終アニメーションいたもんだって。最終は神宮寺さんと竹尾さんはアドミンいたんですか？いや、竹尾さんはもう出てます。で、僕と奈々子さんがアドミンにいます。なるほど。竹尾さんはシールドの左側の廊下。それは夏目さんが証明してるのか。うん、やっぱ
ベントはゆとりさんかな。じゃあさっきのやつは俺本当にゾニキさん後ろにいたし、ゾニキさん見てるはずだって。それはメッドベイから来た。なおさらメッドベイのベントが動いてたんで。メッドベイ入ってないですよ。入ってない。じゃなくて、東京意識エリアからスタバの方を歩いてるときにゾニキさんについて一緒に歩いてましたよっていう話をして。なるほど。パスクでいけるやろ。まあね。パスクで普通に終わりそうだよ、ね。そう、あとね。ああ、セータスさん。1ゲージ分ぐらいなんでね。そうですね。なんかさ、なんだっけ、はい、ツイッターかなんかでさ、はい、アベレージさんとセンタンさんがつながって、嬉しい、アマンガーさんありがとうみたいなツイートを見かけてさ、はい、はい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 、まあ実際ね初めましてでしたけど、アマンガースが始まってから。え、忘れちゃったんですか僕たちの思い出センターさん。え、僕たち実際 何したっけ、大会と。そういうあれですね、あの総集編みたいな感じで振り返るんですね。そういいでしょう、走馬灯ね。まあ、まず僕らの初めての出会いは PBG でした。PBG で、ドンカツを取れるまで終わらない配信。最初は何十時間かかるかわからない配信でしたが、驚くことになんと僕たちは3時間でその配信をやり遂げました。そうですよね、センターさん。あったっけ。ほ本当にふざけんなよ、お前。2人で、え2人で、はお前、本当に言ってんの、ま、エレクトリカルのカメラではなくタスクら辺で、竹尾さんが死んでました。いじりがやるわ。あれ、あ、はいはい、聞こえてますよ。あれ、皆さん聞こえてるの。あれ、僕の声聞こえてますか。藤宮さんの声聞こえてます。あれ、ああ、聞こえた。あ、何この状況。え、あ、今聞こえました。あ、はい。え、なんだ、あれ、あの優先的にしてほしいんですけど、はい、まずセキュリティ見てたら、なんで誰も喋らない。びっくりした。なんだ、なんだ。あれ、え、今、だって、竹尾さん、今、エレクトリカルのタスクで死んでるって言いませんでした。そうですね。なんで誰も喋らない。セキュリティいた人いないんですか。私と、多分ゾニキさんも見てたのかな、アドミンで、セキュリティ1しかいなくて、みんな見る作業してたよ。カメラも見たのに、うん、うん、っていう。え、ごめんなさい。え、俺今エレクトリカルから出てきたんですけど、全くその死体を見てないから、はい、うん、何、ごめんなさいごめんなさい、あ、言い間違いです。あのセキュリティです。あ、カメラのごめんなさい。俺も7フォア見たけど、7フォアエレクトリカルで誰も殺してない。そう、ごめんなさい。セキュリティのカメラの横です。そうなるとそうだねっていう。セキュリティのカメラのところ、カメラではなく、まあ右のタスクのところでしたね。ああ、なんで皆さんの、僕アッパーで閉じ込められてて、夏目さん声返せます。はい、あ、はいはい、大丈夫です。あ、聞こえてますけど、アッパーで閉じ込められてた。大丈夫です。そうですね。あ、僕の声聞こえてますか。聞こえてます。聞こえてます、はい、セキュリティも扉が閉まってて、入ったらもう死体だったんで、結構、まあ、皆さんの位置が分かれば。今さ、えっと、俺最初のエレクトリカルの下りがすごい引っかかるんですけど、今のセキュリティです。本当に言い間違いですね。カマをかけてた、見つけたのは藤宮さん、ね、藤宮が、うん、はい、セキュリティです。もう一回話した方がいいですね。もう一回話しましょう、ね、でタスクももう終わりそうなんで。そうですね。だから言葉なんていらないかもしれないこれ。出た。全力で新しい無心のタスク。言葉なんていらない。タスクで終わらせよう。全力でいきましょう。僕は終わってます。全力でタスク。そうやって泣くとこほんと嫌い。すぐそうやって泣いて同情を買おうとするじゃん、そうやって。じゃあどうして僕たちの思い出を忘れたんですか、センターさん。そんな強烈に残ってない思い出の方が悪いでしょ、そんなの。何が起こって、いいこと悪いことがあるでしょ。いや、なんでそういうこと言うんですか。別にね、そんないつもそう、センターとかいつも過去にとらわれても別にそんな。いつも私たちの記念日だって忘れてたじゃん。ね、あんたさ、大会の優勝でもらったトビ、あ、ちょっと。ナイスーナイスー、素晴らしい。ゆとりさん。ごめんごめん、ゆとりさん絶対にもできなかった。調査兵団がいる。何もできなかった。調査兵団。何もそこでこんなにバレたの。ごめん。調査兵団がいる。ハテナ、ハテナがいっぱいあって。最後の方。でも僕のキル
ちゃ良かった。アベレージさんのキルも、うん、僕のキルも完璧でした ね。そうですね、全然れもう分かんない。あれはもう何あればやったしね、うん、センターさんどこで亡くなってたんですか。グストレージの、あ、やっぱり、うん、ダブルストレージですよね。俺ナナコさん殺した時もだびっくりしたもん、一緒に歩いてて3人で。いやあれすごい、メンタル化け物だった。普通になんか右下とかじゃなくて、ほんとど真ん中で道中に殺されて、警戒できないやつだ。もう右手が止まらなかったもん、あれ見られてたら2人とも負けてるとこだったんで。どうだ、誰のが通る道でダメだったもん、ほんとに面白かった。うまい、前全然ゆとりなかったです僕。ゆとりさんだけに、ゆとりさんだけに、俺一回戻ってまでして殺したもん。そうですね。誰も行かない。サイドステップ踏まれました。やっぱビビってダメだな、ちゃんと殺さなきゃな、チャンスはあったんだからな。なんか全部みんなに、え、でもそれ奈々子さんおかしいですよねとか言われるかもと思ったら、もう怖くてなるほど。めっちゃ分かる。ある、それ分かる。あのってなっちゃいますよね。いや怖かった。でもいやドキドキした、すごい。